はい、じゃあスナックワールドジャラストやっていきます。今回はビネギレスのレベル3挑戦、1万ヒットポイント1万6000かな。ちょっと強いですね今回ね。攻撃力がすごい強いんだけど、今回から全体攻撃になると思います。レベル3が一番やりやすいっちゃやりやすいですね。さあレベル3は全体攻撃になるかな。いつものねえ、一応呪いなんだよね。レベル2で1000だったから、レベル3は1500くらいだから、1万8000までいっちゃうかな、ヒットポイントは。なのでもう本気モードで。スキル持ちチャップ。こいつのスキルは75倍以下ですよ。ヒットポイント400になれば100レベルくらいになる。攻撃力3倍になる。ビネギレス、この気配で俺もギャラが来ますよ。さあビネガロスとか来るのかな。次はビネギレス、レベル38。攻撃の順番を決めます。そこまでじゃない、そこまでの伸びじゃない。ヒットポイントも1万5000になってほしいな。そのアクションを決めましょう。エヴァーレスに対して赤ボタンで攻撃に決まりましたよ。エヴァーレスに対して攻撃に決まりましたよ。エヴァーレスに対して赤ボタンで決定してください。攻撃に決まりましたよ。アバターが弱いんだよ。ジルこのスキルは連続で攻撃が決まりますよ。ビル、どうなるかね。スキルはレベル5。1200。レバージェンの方が早い。あー切れちゃった。攻撃に決まりましたよ。エヴァーレスに対
攻撃に決まりましたよ。エヴァーです。厄介だな、呪いは厄介だな。決まりましたよ。ちょっと人類、こっちは発動するんだ。ディジタルパワーを感じます。これは270。このスキルは連続して攻撃が決まりますよ。アタックチャンスですよ。呪い厄介だな。どーっと切れた。切れっすけど、俺なら黙った。それでも1000。レベル3、1万5000か6000だな。今回だ、攻撃力めちゃ強いな。おめでとうございます。ていうよりあれか、自分が守りが下手なの。100来たら決まりましたね。手が滑るんだな。レベル上げてな。アバターの人にそのままにしてお待ちくださいね。おかつしっかり切れることがあります。レベルもどうなんだ。あ、そっか、スタンプ変わったんだ。今回のスタンプですよ。おめでとうございます。ラバー19か。俺にするんですよ。次はカウトローラー。スキルないんだ。どうもありがとう。いかれるのでスタンプ。いやー、あれか、レベル3だよな。レベル3期待してたよ。メロラ君に会いたい。あ、なんだ、ご用意してたんだ。どうしようかな。あ、ごめん、4人どうしよう。右下なんだ。おい、あ、来た。36。まあまあまあ、かっこいいカードですね。まあまあ、羨ましいです。ちなみにこれがバーバリーだろう。バーバリーってアニメ出てきてないよね。これがビニゲルさん36。すげえな。これが食あったり。もうレンコインそんなにやんないよ。さあ、それではお待ちかね、ソウルジャイアント宝くじのお時間だよ。一本の剣、これレベル3だよ。レベル4倒したけど。さあ、今回はガラガラ回すガラガラ通天界ですよ。攻撃力強いからプレッシャーがあるな。さあ、中火か。さすがもしない。
はい、じゃあ今回はビニグルスレベル3突破しましたね。ヒットポイント多分1万5000から6000で、攻撃が全体攻撃になりましたね。じゃあ次レベル4いきましょう。そして今回ねビニグルスのゲットしたんで、まあ、あと次はスキルと高レベルゲットしたいと思います。はい、じゃあどうもご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。